昔昔、パスタの国に王子様がいました。王子はパスタが大好きで毎日パスタを食べますが、全国にフォークが一本しかありませんでした。はい、どうぞ。ああ、パスタが大好きです。俺が最高だ。でも、寂しいです。それで、一番好きな料理が食べられるのに、王子は誰かと食事ができないから、全然喜んでいませんでした。私も寂しいですよ。ある日、隣のピザ王国のお姫様が、パスタ王子のお城へ訪問しに来ました。ようこそ、パスタ女王へ。はじめまして。はじめまして、パスタで。おぉ！彼女を見て、パスタ王子は恋もがれてしまいました。お姫様の心を捉えるために、おいしいごちそうを作ったり、結婚を申し込んだりしたものの、お姫様は断りました。私を愛しているなら、そのフォークをくださって、おいしそうなパスタを食べないでくださいませんか？愛しています。なぜなら、人と食事ができることは、すでに嬉しいことですから。しかし、お姫様は、まだ満足していませんでした。あなたの愛情はまだ証明されていません。申し訳ありません。お姫様が満足するまで何度も作り直します。おい！本業捨てろ！はい、わかりました。でも、お姫様は、まだ王子と結婚したくありませんでした。はい、どうぞ。本当に愛しているなら、お城でパスタを食べないで、一緒に住んでくださいませんか？当たり前です。愛していますよ。さあ、行きましょうか。その間に、邪悪な理由がパスタ王子様のお城を占領して大切なフォークを盗んで全国のパスタをすべて食べ始めましたが、王子は恋に暮らしているから何の心配事も考えていませんでした。この国のパスタは全部俺のものだ。我がの寝れを聞けないと知るぞ。誰だお前は。王子様、助けてください。なんで。よろしければこのパスタを食べてみていただけませんか？うん、いい答えだ。なぜ王子の召使いは反対しないのでしょうか？なぜなら王子はいつも全然感謝しないからです。とにかくピザ姫様はすごく変なパスタを作って王子に食べるのを許可しました。どうぞ。何ですかこれは。結婚してください。あなたが本当に私を愛しているなら、パスタ国を戻って王国を助けて、その時までパスタを作り買った誰にも言わないでくださいませんか？一緒にお城に戻ってからピザ姫様は竜に捕まえられました。キャー！我が恩人だね。
ために罠と呼吸する。それより国の牢屋服を持ってるから、貴様もうここにいるわけないだろう。下がれ、ゲロ。助けて。ああ、あれ、助けてください。待ち上がれ。俺がフォークのいらないパスタを作れば、お姫様を解放してこの国を出ていけ。おお、よくろ。我が子はこのフォークがあって、そのおかしなパスタがあれないから、貴様の負けだぞ。もうフォークの権力もないからすぐに逃げました。しばらくすると王子は国民に新しいパスタの作り方を発表して、みんなはやっとパスタを食べられるようになりました。え、これはパスタなのか。そうですよ、新しい女王様のためにピザと呼びますよ。まあ今ロイヤルフォークはどこか知りませんけど、まあいいか。姫様と王子様は結婚しました。ロイヤルフォークは誰も使わないからゆっくりのんびりしました。龍は坊さんになりました。私は映画の著作権を売りました。めでたしめでたし。